電球。電球、電球、とは、ガラスの嗅覚内のフィラメント、や、他の発光素子に電流を流して発光させる、電気による、抗原、ランプである。ガラスの嗅覚内には、不活性ガスが封入されたり、あるいは、真空状態にしてある。それによって、空気、特に酸素を排除して、フィラメントが短時間で燃え尽きてしまうことを避けたり、 電球の種類によっては、アーク放電に必要なガスを保つのである。形は、丸みを帯びた形になっていることが一般的であり、その理由は、真空であれ、不活性ガス封入であれ、球覚内部を大気圧より低圧にすることが一般的なので、それによってかかる力に耐えるのに有利なのでそうしているのである。製造上の都合から、 口金を設けるために一端が伸びた休憩をしているものが多いが、長休憩、円筒形、円水型など様々な形のものがある。休憩でなくても区別せず、電球と呼ばれる。電球は様々なタイプが開発、普及した歴史があるが、白熱電球はその代表格とされることが多い。電球は蛍光灯と対比して語られることが多い。蛍光灯は 通常は電球に含めないが、ガラスが休憩の代わりに関係である以外は、電球と共通点が多く、英語圏では通常に含められる、ほか、日本電球工業会は蛍光灯も扱っている。1990年代により効率の良い LED 電球が発明されてから、古くから使われてきた白熱電球は LED 電球に置き換えられつつある。 イギリスのジョゼフスワンは電球のアイデアを思いつき1848年頃から実験を行っていた。それは減圧したガラス球に紙を炭化させたフィラメントを封入し電流で発光させるというアイデアであった。実験はなかなかうまくいかなかったが1860年頃までにようやく実際に発光させることに成功しイギリスで減圧バルブに 炭素フィラメントを封入した電球として特許を取得した。ただし、この時点の電球は極めて短い時間、せいぜい数分以下でフィラメントが燃え尽きてしまうもので実用品としては使えなかった。スワンは改良実験を継続し、約年後の1875年に真空度を高め、フィラメントとして活性ソーダで処理した木綿を炭化したものを用いる電球を生み出し、 こちらの特許は1878年に得た。そして1881年に、スワン伝統会社、ザスワンエレクトリックライトカンパニーを創立し、商業的に電球の生産を開始した。なお電球が実用的なものとして、世の中に普及したのは、上記の英国のスワンの発明や製造に加えて、米国のエジソンが競合するように行った研究や、諸活動の功績が大きい。 と一般にされる。そしてそれに加えて、スワンやエジソンの電球の性能、品質の向上に必要だった、真空ポンプの性能向上や、真空球作成技術の向上を実現した、およびウィリアム・クルックスらの密にも見落とすわけにはいかない、とされることもある。さて、スワン伝統会社設立から数年遡る話だが、アメリカ合衆国の発明家、トーマス・エジソンも当時の、 スワンのコンセプトの電球の欠点を解消する研究に1877年頃から着手していて、1878年にザエリソンエレクトリックライトカンパニーを設立、様々な素材で作ったフィラメントを試すために1年半で1200回以上実験を行い、1879年10月、安定的に連続2日間点灯させることに成功した。さらにエイジソンは、 フィラメント素材探しを続け、日本の京都の竹から作るフィラメントにたどり着き、竹製フィラメント電球を製造した。エジソンは1880年に電球を灯すのに必要な電流を人々に供給する発電所を作る会社を設立。エジソンは人々に対して電球を紹介する発表会を行うなど、巧みに宣伝活動を行い、電球は瞬く間に人々の認知を得た。 1882年に、エジソンのザ・エジソン・エレクトリック・ライト・カンパニーは、スワンの会社に対し、同社が、エジソンが取得した1879年の特許に、停職している、と通知、主張し、特許に関する対立が生じかけたものの両者は、裁判沙汰にはせず、むしろ協力する策を選び、1883年、スワンのザ・スワン・エレクトリック・ライト、 カンパニーとエジソンのズディソンエレクトリックライト、カンパニーが合併する形で、イギリスロンドンに、エジソンスワン連合伝統会社の本社と工場が設立され、同社では、スワンのセルロースのフィラメントの電球が製造で、これが、業界標準となった。次に、電球の世界で起きた大きな変化は、1900年代、20世紀、初頭には、タングステン製のフィラメントが、 新たに登場したことで、短い年数でそれ以前の炭素製のフィラメントなどに、ほぼ取って割ることになった。というのは、タングステンは融点が高かったので、フィラメントを以前の素材より高い温度で点灯させることが可能で、フィラメント温度と発光の色温度には、関係が、あので結果として、それ以前の黄色がかった光よりも、より白っぽい発光をさせることができ、それが、 人々から歓迎されたからである。1907年に、米国で初のタングステンフィラメント、プレス加工のタイプの電球が登場し、1910年にはタングステンフィラメントの引っ張り加工が発明され、1913年にはその特許が認められた。小型で豆電球や麦窯など光源以外の目的に利用されるものもある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。